ね、皆さんに大喜利の、お題を出させていただいたところ、本当にたくさんの回答をいただきまして、いやもうさっき言うときますけど、今回もめちゃくちゃ良かったですね。いやいろんな角度があるもんですね。ああいろんな角度あるわ。うん、ということで、まず一つ目のお題、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。これもね、いろいろありました。うん、まあね、一発目、これ一発目難しいけど、まあまあでもすごい多かった、これも。うん、和歌山県いぶきの父36男性の方からいただきました。あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。わっぱ飯これはかなりいろんな方が多かったですね。まあまあまあ、そういうこともあるんですけども、そういうことなんですよ。はい、これも良かったですね。神奈川県の浅漬け46歳男性の方、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。湾岸刑務所のあの芸能人も完食ランチです。食べたいな、これは食べたいな。あの人も食べた。結構な、いろんな人がいろいろ食べてるね。なんかね、一流芸能人、ほんでなんとなくこう落ち込んで、もちろん食も細なってる時に完食やから、さぞかし美味しいんでしょうっていうね。いいですね。ほんまに湾岸刑務所の前もバミリあるんちゃうかなと思うな、あれ。千葉県おっとりとりとりさん26歳男性の方、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。福島の刑務所にいますが、箸の代わりに長ネギ1本で食べています。いいね、いいね。あそこのね、そばのね、大内宿か。いいですね。東京都ゼッキー38歳男性の方、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。力関係中に並んでの流しそうめん。こんなほんまちょっとありせやけどな。夏の時期ちょっとね、野球大会終わったあと流しそうめんや言うて、誰が一番上行くねみたいな。ねえ、ほんまに塀の中の懲りないメンメンみたいな。何言ってんねん。京都府とある居酒屋のおっさん41歳男性、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。彩り野菜の濡れ衣包み。これはね、受刑者は、いやそやねんっていうことで、なんかほんまにまだまだ無言で訴えてる感が、これを注文することによって出てくるよね。いやほんまやってんねんで、濡れ衣でもなんでもないねんけどな。茨城県人参くん20歳男性の方、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。囚人全員がスプーンを盗んだ結果、本格派ナンカレーしか出なくなった。カリ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 やりよるからな。大阪府キッド君22歳男性、あなたの入っている、これキッド君って携帯大喜利でね、よう投稿してくれはったメジャーリー大喜利ガーじゃないかな多分。あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。餅巾着のかんぴょうは康介を連想させるので縛っていない。
もうでも餅が出てまうからそれはそれで脱走を連想させるのでやっぱり縛ろういう話に最近なってるとか、うん、あこのテイストも多かったんですけどこのテイストでどうするかで僕はまあこれが一番良かったんじゃないかな。これもうめちゃくちゃ多かった。一番多かったかも分からんけど、うん、いろんなまあこれのかぶりのテイストを文言も含めどうするかっていうので、この方選ばせていただきました。大阪府高野豆腐4人前22歳の男性、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。大阪の刑務所でショートケーキが出るたび俺のケーキも短くなれへんかなと必ず誰かが言う。カタカナと漢字でショートケーキとか、うん、いろいろいろんな人いましたけど、まあ、これがなんとなく誰かに言わしたところがね、うん、寒くなくなるというか、うんうん、だから卑怯ですよ。寒いのを誰かに言わすっていう。ちゃんと寒いと捉えて書いてあるから、ああ、そう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 。ね、その辺がね、だ寒いのを誰かになすりつけるっていうのは大喜利のテクニックの一つですから。いやこの言い方うまい。怖いでこれは怖いで、うん。秋田県クリボー42歳男性、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。すごい質素だけどみんな喜んでたよ。だって豪華なランチが出たら明日はもう食えないんだから。もう執行されるから死刑最後の晩餐や、うん、もう出てきたらうわ明日かめちゃくちゃ肉厚いや明日かそんな喉通らへんで。あ今日も失踪やったーやろな、うん、あ今日も冷や飯よっしゃー。東京都こうちゃん43歳男性、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。プエルトリコの刑務所で看守に10ドル札を握らせて食べたゲルガンピローネの味は忘れたことがない。何を言ってんねん。何を言ってんねん。半生のゲルガンピローネはもうたまらんかったわ。あとこういうのもやっぱあれでしたね。大阪府一号班長35歳の方、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。モスクワの俺の無所じゃ飯はまずいが蛇口をひねるとウォッカが無限に出てくるんだ。悪くないだろう。全く反省してないね。まだ全然違う角度で。神奈川県手探り店長さん29歳男性、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。ご飯も冷たいし接客も最悪、二度と食べたくありません。裁縫はなしですね。選べる側にないねんお前は。星をつけるな。さあそんなとこですかね。で最後、うん、うん、最後、岐阜県マレットさん24歳男性、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。うるせえお前には関係ねえだろ。気性荒いわ。これ出てもまたなんかトラブって無所帰ってくるんでこいつ。なあ障害ですぐパクられるやろ。あーこれあれあこれまたキッド君や。これ忘れてた、あなたの入っている刑務所のランチを教えてください。親が見たら泣くと思います。そんなひどいの。そんなひどいの。どうですかいろいろねえ、いいのありました。
なんか本当にめちゃくちゃ多かった中で違う角度で上手にすり抜き張ったこの高野豆腐4人前さんの大阪のゲームショーでショートケーキが出るたび俺のケーキも短くなれんかなと必ず誰かが言う、こちらにさせていただきます。おめでとうございます。笑いだね、笑いの量は他にも面白いね、もっと爆発的なのありましたけど、今回ちょっとこのなんかね、テクニック的なところで、あとめちゃめちゃ被ってたんで、はい、それの、トップということで、はい。